この壁は私のギフトで登れそうですね。Yeah!
何かあるぞ。何かあるぞ。
何かあるぞ。何かあるみたいです。クリムゾーンライン、クリムゾーンライン、クリムゾーンライン。宝箱だ。何かあるぞ。アドルさん、お願いします。
何かあるぞ。 何かあるぞ。
眺めだ。何かあるぞ。
クリムゾーンライン、クリムゾーンライン、それそれなら。クリムゾーンライン、何かあるぞ。
ですね。上の方はどうなっているんでしょう。
何かあるぞ。何かあるぞ。あ、宝箱です。ようやく一息つけそうです。広い場所に出ましたね。この気配は。Yeah!
くなれる。獣さんたちはあまり見たことがありません。どちらかというとグリムワルドの魔物さんに近いような。でもどうして。アドルさん、私、町の地下がこんなことになっているのも知りませんでした。住んできた町なのに驚きましたね。あの魔物さんは一体何だったんでしょう。ラルバとも違うようでしたが。脱獄はこの瞬間から看守に気づかれるまでの間が勝負。またいつかどこかで君に会えることを祈る。そうだ、さんが見回りをしていますね。気づかれないようにギフトを使って進みましょう。クリムゾンライン。
何？どこへ行った？行け！Thank you.
それは。なるほどな、監獄でそんなことがあっただろう。それにしてもよ、アドル、
なんだかえらいことになったな。確かに廃屋にこそこそ出入りしてたら、いつかアジトだってバレちまう。だからって不特定多数の人間が出入りしてもおかしくない施設。バーに変えちまおうなんてな。すっとぼけた顔しちゃいるが、パークスの旦那は結構やり手だぜ。あ、目から鱗が落ちるってのはまさにこのことだな。酒場なら情報も集めやすくなるぜ。私だけじゃ無理だったよ。ペンドルトンのカーラ城に協力してもらえたのは大きかった。そこはやっぱりアドル君のおかげさ。そりゃあ店長と店員も信用できる人物をよこしてくれるってことだったな。へえ、どんな人なんだろうね。店長は確か男だって聞いてますぜ。そろそろ来るはずなんだが。あら、ちょっと素敵なお店じゃない。あ、本当ですね。あなたがアドルちゃんね。まあまあ、聞いていた以上に可愛い顔をしてるじゃない。アドルちゃん、やだもう。ドギちゃん、あなたは上腕二頭筋がとってもすてき。おお、そりゃどう。さて、自己紹介させてちょうだい。私の名前はシャンテ。この店の店長を務めさせていただくわ。なかなか強烈な店長だ。これは予想外だったね。私は店員に採用してもらったユファと言います。今日からこちらでお世話になります。よろしくお願いします。よかったね。店員の姉さんの方は普通そうだぜ。さて、早速だけど、皆さん揃ってるし、店長として最初の仕事をさせていただくわ。そう、このお店を始めるにあたって、とて何のことだ。アドルちゃん、当ててみて。それはメニューを決めてからの話ね。いい？正解を言うわよ。それはお店の名前を決めること。なるほど、それは確かに大切ね。私がアドルちゃんにぴったりの店名を考えてきたわ。じゃーん、いい？発表するわよ。大丈夫なんだろうね。アドルちゃんは旅人なんでしょ。でも今は事情があって旅立つことを許されない旅人。その花はどんなに痩せて枯れた土地でもしっかり根を張るの。そして春になるとけなげで可憐な黄色い花を咲かせ、育んだ種子は白い綿毛をまとい、次の土地を目指して大空へと旅立つ。花の名前はダンデリオン。それがこのお店の名前よ。
カーラちゃんに事情を聞いて正直驚いちゃったわ。でもアドルちゃんが旅立てるようバッチリ援護させてもらうから。ダンベリオン、やだ素敵じゃない。なるほど、店を任せるのにどうやら申し分ない人のようだね。どうなるかと思ったがちょっと安心したぜ。気に入ってもらえたようね。ところでアドルちゃん、カーラちゃんから伝言があるんだけど。柔軟さがあるが、いかんせん気持ちの優しい子だ。ペンドルトンは圧倒的な資本を持って大きな利益をもぎ取る組織。その流儀を無理に受け継ぐ必要はないだろう。適性の問題を公平に指摘しているだけだ。ギリシャは養子だが、
ああ見えて才能は私と大差ないぞ。そういえば話してなかったか。ま、それだけ私にとって些細なことなのだ。その程度のことで彼女を分け隔てなどしない。知れたことだ。これまで通り父を支えながらペンドルトンに尽くすとするよ。後を継ぐのは長女の役目だからな。なるほどな。あれが冒険家アドル・クリスティンか。お目覚めのようだな。見ての通りバルドゥーク監獄の中だ。俺は見張りを命じられただけで、詳しいことは何一つわからない。悪いが、俺も知らされていない。食事は持ってきてやる。それと定期的に巡回に来るからな。
くれぐれもおとなしくしていてくれ。たとえこの独房を抜け出しても監獄から出ることは不可能だろう。少し前に赤の王とかいう怪人が監獄に忍び込んで大騒ぎだったが、もし彼らが侵入したとしてもここへ来ることはできないだろう。このバルドゥーク監獄採用トックの内部まではな。
何を作るんだ。腕の見せ所だな。これで完成だ。腕の見せどうだ。腕の見せ、これで完成だ。よし来た。どうだ。ところか。ゆっくり考えな。やめておくのか。いつでも声をかけてくれ。前回からさほど変わらないよ。
何が欲しいのかしら。お腹空いたらまたいらっしゃい。ここで一息つこうか。どうしましょう。それは